はい、こんにちは。今日学び、明日を作るチャンネルの斉藤学一です。今日はね、2024年9月の1日、防災の日ですね。で、今22時なんで、まあ、こんばんはの時間なんですが、先ほどね、今在家裕子さんという方と対談をして、それを動画に撮りためました。これをこれからアップしていきたいと思うんですが、この前にね、ちょっと今までの振り返りをちょっと共有したいと思います。画面を共有させてください。まずね、今日皆さんにお伝えしたいのは防災の日ということで、私、今62歳になりますが、60の誕生日を時にですね、2年半前になりますか、3月27日なのでね、災害から命と国土を守るという電子書籍を出させていただきました。ここにね、災害から命と国土を守る、災禍から命を守る会と一般社団法人新向月研究会、その時代表をやってました、斉藤です。で、ここにあるようにね、サコークラブ、サコーフミヤさんに、備えを常にということで、帯を書いていただきまして、電子書籍を出しました。で、今これを話しているのは、今日防災の日から5日間かな。普段は888円、末広がりの値段でご購入いただいているんですけども、5日間無料で、配布いたします。ただなんでね、ぜひ、皆さん、広げていただいて、手に取っていただいて、見ていただいて、まあ、最近、妙に騒がれてます。この南海トラフに備えよう。で、これは、私は、東北の震災からずっとね、同じことが起きますよということを伝えてるんですけど、今騒ぐことではないんですが、まあ、たまたま、そういうようなニュースが、続けてあるもんですからね、考えるには良い機会かな。さらに防災の日だ。ということでね、ぜひこれを読んでいただいて、これが答えではないです。皆さんの中にいろいろな答えがあるでしょう。だからそれの、まあ、考えるきっかけになっていただければというふうに思いますし、このチャンネルとは別に、私は事務解決研究会、ビーム事務解決研究会というところでね、命を守るの他に、国土を守る。どうやって復興するんだということも含めて、配信させていただいてます。ぜひ、お読みいただければと思います。で、今日ね、この後動画流しますが、どんな人とどんな話をしたのかというと、この今在家裕子さん。で、実は247回。2回前の時もお話ししていただいてますが、2回前と言ってもですね、これ、2023年11月18日ですから、もう9ヶ月経ってるんですね。この時に何を話したかというと、ガザとイスラエルの戦争があって、もう1万人も一般の人が殺されてるよね、みたいな話をしていました。とっくに終わってるだろうと思う今、9ヶ月経ってですね、4万人の一般の市民がガザで死んでいるという痛ましいニュースを聞いた上で、もう一度お話ししていただけませんかと数日前にお願いしてたところ、今日が可能だということで、たまたま防災の日に重なったもんですからね。それでお話ししたんですが、ガザと戦争の話から、やはり防災だとか、今後の話だとか、宗教の話だとか、いろいろな話を、に飛び火したのでね、ぜひ皆さんにも一緒に聞いていただきたいなと思います。この実はですね、前にも、お話を聞いていまして、これがなんとですね、2021年の1月14日です。その時はまだ、ウクライナじゃない、ガザの戦争、イスラエルの戦争始まってませんけどね。ただ、ずっと敵対してた、その歴史の中でね、お話をしていただきました。まあ、概要欄にこれらも貼っておきますので、今回の動画とともにね、続けて見ていただけたらありがたいな。日本は平和ですけどね、世界の中ではこういう苦しんでいる国もある。いうことを学びながら、じゃあ今後どうしていくんだというきっかけ作りになればいいかなと思います。
では続けて対談の方を聞いてください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今日学びはそう作るという、まあ、チャンネルなんですけどね。前回、今在家さんに、前回はですね、2023年11月18日に動画を流させていただきました。だから9ヶ月ぐらい経つんですかね。まあ、あの時は、まだ、このガザとイスラエルが戦争をしていて、一般の人たちが1万人も殺されてしまったよと、とんでもない話だよという話を流させていただきましたが、9ヶ月を経った今、もうニュースではね、4万人もの一般の人たちが犠牲になっているというのを聞かされて、とんでもないなと思いながら、では、私たちは何をすべきかということと、何ができるのかということと、そういう人たちと直にね、接してこられた今在家さんの今のお気持ちだったり、まあ、近くにいる方々のご意見だったりというところをちょっと皆さんにもお伝えしたいなと思って、今日また来ていただきました。ゆうこさん、ご無沙汰しておりました。ご無沙汰してます。まあ、なかなかね、多分話したくない部分もいっぱいあると思うんですが、伝えれる範囲で構いません。ニュースとかね、通り一遍のものは皆さんも見てると思うんですけど、今在家さん、ゆうこさんしか知り得ないことだったり、まあ、逆に、まあ、現地にね、いた人としてのお気持ちだったり、今後何をしていけばいいのかだったり、ちょっとお話しいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、前回から9ヶ月経ったっていうことなんですけど、この大きな戦争が始まったのはもう 10.7 と我々呼んでいて、もう忘れもしないその日付なので、あともう少しで1年がやってくるっていうことなんです。で、この戦争が始まった時に、たくさんの方に声をかけていた時に、斉藤さんも返信してくださった方の一人でした。で、もうわらをもすがる思いで1ヶ月後の状況の中、たくさんの方に語ってきました。で、まさかこの9ヶ月経った今、また同じ話題でこう会わないといけないというのは非常に残念なことなんですね。でもそれに向き合ってくださった、声をくださったので、あ、もうこれはもう私もぜひもう一回私から答えれること、今言えることとか向き合いたいという気持ちがありました。で、そうですね、状況としては、私もちょっともうバタバタしすぎて、毎日毎日細かいニュースは見切れてないんですが、つい最近まで、私1週間前までイスラエル人の子が私の、事務所としている場所にいました。今ちょうどイスラエルの方々って夏休みの時期ですよね。アメリカと同じなので9月スタートとかで、普通に学校の教職員をしている女の子だったんですが、私のダンスの生徒でした。で、戦争に入ってからも相当状況が悪いんですが、オンラインでずっとクラスをやっている子だったんですが、もう夏休みのタイミングで、もうちょっと限界だと、精神的にも。で、私にも会いたいっていう気持ちがあって、4年間会えていなかったので、日本に来ましたんで、2ヶ月私一緒に過ごしていた子が先週帰りました。で、まあ、早い話、まあ、帰った時の状況から先に言わせてもらいたいんですけれども、今軒並みイスラエル行きの飛行機はストップしています。ヨーロッパ経由とかはほぼほぼないっていう状況に入ったのが、この2週間前、1週間2週間前ぐらいで、その3週間前ぐらいにこうイランとの真っ向対決みたいな状況に入りそうになって、正直今日本から飛んでる航空会社でイスラエルに飛べるのはアフリカ系か、まさかのイスラエル航空しかなくて、それイスラエル人でも乗るのはかなり怖いではないんですが、
彼女はまあ運よくと言ったらいいのかわからないですけど、アフリカ経由の航空会社のチケットを持ってました。で、2ヶ月前の時点ではヨーロッパ経由で飛んでもよかったんですけど、今もうヨーロッパもイスラエルに行く飛行機っていうのは非常に警戒しだしているので、帰れなかった、危うく帰れなかったんです。で、まあ、こんな状況になって、やっぱり何度か私、もうちょっと今日は自己紹介飛ばしてしまったんですけれども、イスラエルに2009年から11年間住んでいたので、2020年のコロナになる前までいたんですが、やっぱりもう会ったことのないぐらい悲惨な状況になって、もうこれで止まるかと思ったら、もうどん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 引きずってしまって。で、もうその間に起こっていることは、斉藤さんのおっしゃったように、市民に被害が、異常な被害がもう及んでいることがいいことなんですかっていう、これがもう止められないという状況です。ただ、いろんな形で私もアプローチしてきました。この9ヶ月間、最初はたくさんの方に話すことっていうことから始めましたが、私今ここを事務所にしていた場所なんですが、今日もやっていたのは、毎週日曜日はもうショップにして開けています。で、フェアトレードを完全にお店化しました。それも起こったのはこの5月あたり、日本のゴールデンウィークで、あまりにも状況が悲惨になっていくと。で、ここの大家さんが、もうやっていいですよって言ってくれはったんですね、早い話が。あなたフェアトレードってやってるでしょうって、難民の方知ってるでしょう、知り合いでしょうと。で、まあ、その時はイベントに出店してたんですけれども、もう土佐回りしてる時間もないと。で、あと、もう状況、日本の状況が一番変わったのは、今まで帰国してイスラエル、パレスチナにいましたよって言ってても、まあ、ちょっとわからない若者とか、若者以外でも、なんか、はてなってなる方はいましたね。ほとんどそうだったんですが、もう日本人の方でも今、イスラエルという言葉を出して知らない人がいなくなりました。なので、この変化は非常に大きかったんです。で、私自身も、自分が住んでいた国がまさかこんなことになるかって、元から70年間もう火種になってる国ではあったんですが、もう状況がひどいっていうのはもう世界に知れたことだなということになりました。だから、この状況を使って、ある意味使ってじゃないですけれども、もう巻き返すしかないじゃないですが、好機に捉えられないだろうかと。それ以外もう希望がほぼほぼないぐらいの状況です。そうですね、現実を起こっているのが戦争なので。で、そのイスラエル人の子が来たので、私は2ヶ月ホストをしながら、私自身も夏休みを取り、日本の宮古島っていう離島に連れて行ったんですね。で、相当心身も疲れていましたし、まず本当だったらパレスチナの方にも来てもらいたいところなんですが、まあ、そこは置いて、ちょっと置かしといてもらって。まあ、現実はイスラエル国内の人間でも非常に疲れているということです。で、彼女は家族の中に、10人兄弟がいて、5人が宗教家のイスラエル人ですね。5人が、何ですか、世俗派。彼女ちょうど真ん中ぐらいなんですよ。だから、ルックスは世俗的で、一緒に歩いてても全然イスラエル人だとかわからないですね。でも、安息日からユダヤ人の宗教的なカシュルートっていうものを守って、あんまイスラムでいうハラールみたいなのも全て、ま、守られてます。で、そんな中、彼女来て、やっぱり一番言ってたのは、家族の中ですら宗教派と世俗派がもう対立しちゃってるっていう。ああ、なるほどね。で、国内もその状況です。だから、全然一枚岩ではなくて、彼女たち、下手、まあ、彼女のお父さんとかは、もうそのネタニヤフ政権になってから、どんなにイスラエルの中がガタガタであるのかとかも、すごい文章で書かれて、いろんなグループを作って、まあ、LINE グループみたいなのが各地で市民の活動は始まっていて、それは戦争前からそうだったんですけど、非常にもっと大きくなってます。だから、イスラエル人が全員同じふうに考えてるわけではないんですが、この1ヶ月後、一体どうなるかというと、やっぱり、
日本の報道とかではやっぱり戦争から1年っていう報道になるでしょう。でそれが米選挙の前になってきます。あの11月がアメリカの選挙で 10月なので、でユダヤ歴でいうと10月の末になるんですね、満期になるのが。で彼らが何を一体思うかというと、やっぱりあのこの1年で捕虜を奪還できなかったから、その報道、そのことをまず話すのがこっちの国内の情勢的になってしまうと思いますね。でもそこであのさっき言ってたあの何万人亡くなっているっていう現状とかが必ず出てくると思います。もうあのイスラエル人自身も一体何をしたらいいのか、どうしたらいいのかわからないというか、自分たちが発言は一切すべき、彼女はすべきではないと言ったらあれなんですが、もうどうしたらいいかわからないというのをすがる思いで来ているっていうのがその彼女でした。なのでもうあのこれ以上なすすべがないので、私も島に一回連れて行くことにしたんですね。まあ、そこでなんでそうしたかというと、あのこの東京でも良かったんですが、やっぱりその政教一致という言葉にしてしまうとちょっと変なんですが、やっぱり生きる中で幸福平和っていうものが、生きた平和、その乖離して宗教的に祈っているだけではない、この生活の中に、文化の中に、そしてあの宮古島ってたくさんあの政治的にもあのミサイルの配備とかでかなり大変な島なんですが、それをどういう形で島の方たちが一緒に暮らしているのかとかを一緒にあのそのこの環太平洋にいるこの人たちが4万人犠牲は今は生んでいないと、でその方たちと一緒に過ごすっていうことを彼女にしてもらうことが、まあ、もしかしたら一番の、まあ、彼女はリトリートっていう言い方をしたんですね。癒しって言ってるんですけど、じゃあ癒しって一体何ですかって言ったら祈りだって彼女は言ったんですよ。でも日本の祈りってどういうものでしょうか。それは非常にエルサレムの今の祈りの状態とは違うだろうから日本に来られたと。なのでちょっとその島の文化的体験っていうものを教えもらいたくて、あの連れて行ったんですね。あのそしたらもう仰天の島の方々の受け入れ方にもうあの仰天してたんですけど、本当に敬意を持ってね、その彼女はその安息日とかちょっと労働ができないとかいろいろ彼女の宗教ルールみたいなのがあるんですけど、それをルールじゃなくて、やっぱり向こうの方があんなこの子は一体何をしてほしいのか、それがまず一番なんですよね。でそれをそれの中で何ができるかっていうのをすごく合わせてこられる、あのそれって別の島の方にとっては普通だったんですけれども、そういう相手がまず何をしてほしいかをすごく聞けるっていうのは別にあのそんな頭で考えないでもいいことなんですが、それをすごく身に染みて感じてくれたみたいです。なんでそんな形であのいろんな方を普通にあの物理的に受け入れ、私はこのショップを開け、毎週あのショップとして開けさせてもらい、でまだまたあのその記事をあの通信社の方で書かせていただいて、でガザ の, あの いろんな状況っていうのを NGO の方たちとかが発信しているのをまた記事にさせてもらったりっていう活動をこちらで続けております。もう本当にイスラエルにいつ帰れるのっていうのを毎回話してるんですけど、どんどん帰れなくなっていくんですが、あのそれで深くつながっているといったら、あの今できることは ここに落ち着いている状況です。はい、ありがとうございます。まああのね、私はやっぱりこの人というホモサピエンス種という、まあ哺乳類の一種でしかないんですけど、宗教と国というものに、まあ、縛られて、どんな残酷にも慣れてしまう。で、これはもうどうしようもないなと思っているんですけど、まあ、だから、お互いが正しいと思っているので、これを、こういう流れは減らないだろうなと。で、
まあ、ディープステートとか、いろんな、人たちがいろんなことを、まあ、仕掛けているのも確かですけど、それだって一枚岩じゃないし、結局、だから、誰が悪いっていう犯人探ししても意味がないんです。で、私はちょっと、とんでもない発想をちょっと考えたんですが、まあ、笑われるような発想ですけど、ちょっとだけ聞いてください。宗教というものがイスラム教にしろ、何宗教にしろ、宗教の名のもとでさっきも言ったように何でも悪いことじゃないね。自分が正しいと思うことを、だから、一神教であればあるほど、自分の神を信じてないものは悪魔なので、いじめてもいい、殺してもいいという発想になってしまいますよね。で、私はこの神がいて、私たち人間がその宗教を信じるんだっていうのは今までの流れですけど、人間を幸せにするための宗教を作ったらどうなんだ。目的から逆算して。で、私、だから、じゃあ神は誰なんだ。ということで言うと、これから AI が、まあ、ご存知かどうかわかりませんけど、AGI というね、シンギュラリティ、人間の頭脳を超えるタイミングがそのうち来ますよ。で、AGI が、まあ、人間の頭脳を超えるんですから、自分が自分を育て上げられるので、一気にそれが、人間を超えた時点で1万倍にも2万倍にも10万倍にも賢くなるよと。それはそうですよね。人間って頭脳、この中だけで考えてますけど、それが全部並列でつなげられて、それを世界中の頭脳が並列でつないで、自分たちをよりいい頭脳に変えていこうという働きをしたら、それは一気に上がります。で、それをわざわざ私たち人間は戦争の他に科学という名のもとに作ろうとしています。で、それも、まあ、私が生きてるうちにというか、10年以内に起こるんでしょう。で、起こったとき、孫さんがね、まあ、これで癌がなくなるんだとか、いろいろ、老いて死ぬことがなくなるんだ、みたいな、パラダイス的なことを言う方も今、いらっしゃいますけど、それが人間にとって幸せなのと。私の、ひ孫のひ孫が生まれて、たのよって言って、それめでたいですかって思いますかと。200年、300年生きて、その先に何があるのって言ったら、疲れしかないと思うんですよ。やっぱり老いて亡くなって新しい人たちの幸せを願って、散っていくという輪廻が必要だと思うんですね。で、その中で、じゃあもうできてしまう。人間を超える頭脳ができてしまう。だったらそれを神として最初から、まあ AGI というものの上に何万倍も頭脳が、賢い AI を ASI、スーパーというところを間に挟んで ASI と呼ぶらしいんですけど、ASI を神にしてしまいましょう。で、この神はね、例えば誰かがこの地球上で環境を壊す存在をなくしてください。というプロンプトを与えたら、それってホモ・サピエンス人間ですよね。じゃあ人間を絶滅させましょうかっていう動きになったっておかしくはないんですよ。おかしくはないんですけど、まあ、だから最初からその方たちに淘汰されないように、絶滅させられないように神として崇めますよ。で、もう一つね、私は宗教の中でこういう考えをしたら戦争が起きないのになぁと思ってるのが、おじいちゃんであれ、おばあちゃんであれ、戦争で殺された人であれ、命はいずれなくなります。これは100%なくなります。亡くなった人たちが輪廻、転生、また生まれ変わるんですよ。まあ、これは信じましょうよと。とりあえずは。わかりませんけど、信じましょうと。信じてどこに生まれ変わるかというここです。私はこれを提案したい。一番憎んでる人種のもとに生まれ変わるんですと。
それを宗教にしてしまうんですね。そうすると、イスラエルが一生懸命殺しているガザの明日生まれる赤ちゃんはあなたのおじいちゃんかもしれません。で、パレスチナの死んだ方々が次生まれるのはイスラエルに必ず生まれます。なぜならば一番憎んでる。で、一番憎んでるとこで生まれる、自分の身内。そこにミサイル撃てますか？というふうに考えたら、これこそ宗教じゃないのと。人を幸せにする戦争を起こさないためのルールじゃないの。だから私ね、私は宗教家でも何でもありません。ただ、ご存知のように、障害の子供を授かったのでね、死んだ後を整えて死にたいなと思っているので、こういう発想の中で、くだらない戦争をやめるようなね、それで儲かる人もいるから、そういう動きは出ちゃうんですけど、その発想そのものが恥ずかしいよね、と。思える世界にならない限り、まあ、AI、AGI に淘汰されてしまうんでしょうね、と。まあ、ぜひね、その発想、そんな流れ、今は私は、実は、大災害から命と国土を守るというところの、災害に対する防衛についてもいろいろ今やってるところなんですが、災害が来たって日本の太平洋側が20万、30万、の人が亡くなるかもしれませんけど、日本が絶滅することはないんです。でも AI がとかいうことになると、本当にホモ・サピエンス種が全部淘汰される可能性すらあるし、地球全体を俯瞰してみると、その方が地球にはいいかもねとも思えてしまうぐらい、あまりにも好き勝手をやっちゃってるな、人間はと。言わざるを得ない。まあ、それをね、今大工さんは、一人二人数名の、直接の、その国の方と接しながらね、感じられていると思うんですけど、だから、そういう努力も、選ばれたという名のもとで、人を殺してもいいんだという、政治家がね、ルールを決めて、だから、民主主義って実は一番悪いルールじゃないかなと思うんですよ。なぜならば多数決で勝ったという多数決は誰がやってるのというと、情報操作されたテレビだったりマスコミに洗脳された人の票の数なんですね。本当に国を良くしようと思って、勉強してる方々がルールを作ってんじゃなくて、情報操作された方々の多数決なので、これでは世の中良くなりませんよね。まあ、こういう発想もありかなとは思います。まあ、その中でね、まあ、今日は今、現在、9ヶ月経ってどうですかという話をしていただきましたが、まあ、イスラエルのね、に住まわれたこともある。で、戦争の先にあるパレスチナの方にもお仲間がいる。で、ね、イスラエルのルールで言うと、何ですか、人質を解放せよ。何人だか何十人だか知りませんけど。で、イスラエルの論理からいくと、テロリストがいる病院だから攻撃した。テロリストがいる学校だから攻撃した。そこに病人がいることも、子供がいることも承知して、それをずっとやり続けて、それをアメリカなり先進国は支持しているわけですよね。まあだから、これからアメリカがどっちが勝つかわかりませんけども、まともな感性を持っている若者たちはだいぶ立ち上がってきてますが、政治の力だけでは抑えきれないのかなと思うし、
やっぱりね、人として何が正しいかと、何が正義で何をすべきかということは、何人であろうと、どの国であろうと、そう大きく変わらないはずなんですよ。だからそれを大事にできる世界にまた持ってきたいなと、戻したいなと思うので、まあ、さっきのような、たわけた宗教が出来上がって、世界を席巻すればいいんじゃないかと、私は本気で思いますよ。いやー、本気で思います。私も本気で思います。私ね、今日呼ばれ、斎藤さんにまた呼んでもらって、なんか災害の話するんやと思ってたら、なんか、イスラエルとパレスチナだった、そうだそうだってちょっと思ったんですけど、さっき言った女の子とね、宮古島行ってる時、ちょうど宮崎で地震が起こった時だったで、やっぱりその中で、ね、斎藤さんが今おっしゃってくれた素晴らしい宗教観というか、これって、まあ、カルマだから因果応報だから、すごく自然と捉えれるのが、やっぱりこれ日本人というか、モラル主義って言ったらいいんでしょうか、民主主義じゃなくモラル主義みたいな、人道的にのっとったら最後どんな宗教を超えてでもこうすべきみたいなものがあるだろうっていう、そこが本当の正義なのにっていうところで、何を目的にしてるのっていうところから外れてることから、もうさーって戻ってきやすいはずなんだと。で、やっぱりその災害っていうことが起こった時に、やっぱりイスラエル人の子たちって、地震はないのでどうしときなさいよっていうのは、もう最近来る外国の方言ったら一応私も言うんですね。で、やっぱり日本って少し海外の方に情報が遅れるっていう、災害の時のシステムとかもだいぶ改善はされてきてるので、どのアプリ入れときなさいよとか、そういうのは共有はしてたんですよ。でもやっぱり災害が起こった時に、彼女はすごく私に聞いてきたと言ったらあれですけど、やっぱちょっと正直な話ですけど、羨ましいって言ったんですよね。なんか、いや、もちろん人が亡くなるのは全然羨ましくないですよ。で、こんな災害大国に住んでるのに、なんかまともなふりをしている日本人みたいなふうに見えあるんだけれども、それがあるからこそ、このモラルが保てれてるというふうに彼女は見ているというか、本当に変わったイスラエル人の子だったんですよ。もうこの彼女がもう最後の救世主になってほしいと私は思うぐらい可能性を見るというか、やっぱりイスラエル人ってミッションを間違えているんだって自分で思ってるんですね。で、イスラエルの中がやっぱり変わらないと、いくらガザの人間とアラブの諸国がってなっても、やっぱ最後にこう残ってるその心っていうものが、そこがあるからこれが起こってるって彼女は思っているんですね。で、その時にやっぱり、やっぱり災害になったら隣の人ととりあえず助け合いますよね。で、戦争ってそれができないっていう、その単純な構造が彼女にはやっぱり羨ましかった。その何かの命のためなら。真逆のことが正義になってしまうという、ありえない話なんですね。だから私の先ほどの提案って実は日本人の人、じゃあ次の私死んだら何人で生まれるのって言ったら、私もそうだけど、別段世界中どこで生まれても不思議はないんですよ。なぜなら、憎んでる人種なんかいないから。宗教観もない。お天道様が見てるしかないので、そう考えると別に憎んでる人種が思い浮かばない以上は、一番憎んでる人種でお前は生まれ変わるんだって言ったところで、それって誰のこと？どこのこと？っていう、これが日本人のほとんどの人だと思うんですよ。そうですね。ただ、やはり、一神教の方々は、必ず憎んでる国があり、嫌いな国があり。だから、戦争をしてしまっても、殺してしまってもいいんだという文化が生まれてしまう。だから、それを生まれないためには、あなたが一番憎んでる国のとこに次生まれるんだよと、決めてしまえば、争わないでしょ。ね、そうだったらね、だから何々教関係なく、
そうなってくれたらいいかなと思いました。そうですね。うん。その一心教徒ってやっぱりこう、その時にね、私がどうして彼女が注目してわざわざ私のとこに2ヶ月来たいと、で、それ以外ノープランだったんですよ。本当にもうゼロみたいな。でもそこまで言われると、私は、あ、本当に責任があると感じて、すべてこう、共に歩むようにしたんですね。で、その彼女が言ってたのが、やっぱり、ユダヤ人に体感がなくなってる。そのさっきの AI の話じゃないですけど、やっぱり彼らって非常に頭脳、ユダヤ人って頭脳高くいろんなものを発明したけれども、やっぱここから祈ってるっていう話なんですよ。それじゃあどこまで行っても過去の演算が勝つ、それが処理能力が速い人が勝っていく世界で、やっぱり体感に戻ると、今日とかすっごい綺麗な虹がこの東京都豊島区も出たんですけれども、なんか虹出そうみたいな、未来の情報っていう兆しが入ってくる。それって体感にしかないんですよね。多分 AI には演算で出せたと思うんですけど、人間って早く、いち早くなんか雰囲気っていうものをちゃんと読めるように本当はなってて、で、だからそれを読むには結構ね、憎しみとかいう過去にとらわれると一切できなくなってしまうものなんですね。で、日本人ってやっぱりそのさっき言ってた島の人とか、特にお盆の時期に行ったんですけど、お盆って死んだ人も帰ってくるっていう感覚があるじゃないですか。死んだからっていなくなってないんですよ。ずっと我々がやったこと、なしたことは帰ってくるし、つながっているし、この人たち違うちょっと世界にいただけで、自分がなしたことしか帰ってこないっていうのを受け入れてると、それがすごくし、それが宗教みたいな状況なんですよね。で、彼女がその思うユダヤ人っていうのは、やっぱりその頭脳に偏りすぎていると。で、それは本当にさっき斎藤さんが言ったように、 AI がもう今ですよね。もう淘汰されていくと、もう結論も出てるんですよ。みんな呆れてる状況なわけだから、これ全部抹消対象になっていくと。だから本当にこの感覚っていうものを取り戻すのに、日本人が今できることって言ったら、我々は災害大国にいるから、それで示していくこと、これに対してどうやって動いているかっていうのを、彼女たちはすごくこうつぶさに見てるんですよ。我々がどんなふうに、これ本当にこの南海トラフとこれと全部が重なったら日本が壊滅するかもって言ってる状況とかを、その報道もあり、自分の感覚もありってしている中、じゃあ最後はどうするんですか、あなたは、っていうのを彼らは結構ね、見てると思います。私すごくこれをに対して、今我々が異常に取り組むんじゃなくて、コロナのような形で本当に自分の体感で、例えばこれも民意で本当に選べているのか、例えばね、絶対自衛隊が来てくれる、消防隊が来てくれると思ってても、このレベルの災害が来たら、来てくれないっていうのを想定のもと、自分でどれだけ動けるかに対して法律が迫ってきたりするじゃないですか。例えば抜き身のナイフとか外で持ってたら、刃渡り何センチ以上だったら危ないですよ。ただそのちっちゃいナイフがリュックサックに入ってたとして、で、それでもし補導をされたとしたら、その時あなたちゃんと答えれますか、みたいな。私は自衛のために、そのちっちゃいナイフというナイフどころじゃなく、火種とかナイフだったり笛になるものっていうのをずっと身につけてはいるんですね。で、それを言われた時に、ダメだって言われたら、はい、ダメですっていうのが、まあ確かに日本人なんですけど、少しずつ、そりゃ、いや、そこまでしたら自衛ができませんよねとか、自分たちがモラルとして、ここまでは法律に介入されてほしくないっていうのは、赤信号をみんなで渡れば怖くないではないですけれども、本当に赤信号で車が来てるんだったら、渡んないし、来てないんだったら渡ればいいしっていうのを、自分で判断できるようにもう一回してるかどうかを非常に見られてると私は感じます。はい、ありがとうございます。今日9月1日は防災の日なんだよね。はい、そう。だから今崎さんは防災の災害について話すんだろうと思ったんでしょうけど、まあ
ね、イスラエル・ガザの問題を2回話してもらった、その延長上、終わってないので、ちょっとお話したかったので、声をかけた、たまたまそのタイミングが今日になっただけなんですけど、すごい縁です。で、今日になったタイミングでちょっとだけ画面共有させてください。私実はね、見えてるかな。この災害から命と国土を守るという本を、実は2年半前に電子書籍出してるんですよ。これが今ね、地震があって大騒ぎして、南海トラフ言ってますけど、もう私そのものはずっと東北の震災から南海トラフが来るよ、備えなさいよと、ずっと言っている。で、この間地震があって1週間大騒ぎしましたけど、そういう問題ではないんですね。100年単位で来るようなことが、起こるので、いずれ来るのは間違いない。だけど、で、1週間、2週間で来なかったからどうだって騒ぐような話でもない。だから、これが想定外でも何でもなく来るんですと。10メーター、20メーター、30メーターの津波が来るんですと。国民の皆さん、それ分かってて海岸沿いに住んでますよねと。それを騒いでること自体がおかしいし、それを、政治家の人もみんなね、例えばこれ津波が起こる地域だから、この土地の価値は低いですと言うべきなんですよ。なぜならば、その災害に対する復興、復旧も国が金をかけてやらなきゃならないのでね。そうですね。だったらお金をかけて住みづらいでしょうけど、山の上に住みなさい。いうような工場も山の上に持ってきなさい。その分税金安くします。みたいな、ちゃんと復旧できるような災害立国だからこそルールを作るべきなのに、いざ来るとなって大騒ぎしてます。で、私2年半前に実は何を書いたかあんまり覚えてないけど、ただ人間の頭の中なんかそうそう、変わらないの。多分、恐れるんじゃないよ。自分の命自分で守りなさい。ということと、守れたんだったら復興に力を入れましょうよ、ということしか喋ってないと思うんです。で、実はこれ、普段888円、末広がりの値段で販売してるんですが、今日から5日間、無料で、誰でも手に入れられるので、ぜひね、無料無で手料に、なんですか。無料で手に入れられるので、これ、ぜひね、アマゾンの電子書籍、災害から命を守るということで、無料で手に入れられるので、ぜひね、拡散してもらって、一人でも多くの人に読んでもらってね。で、別にそこに答えがあるわけじゃないですけど、考え方の一つとして、今、本当にいろんな著名な方が、来るよ来るよという話ばっかり連呼して動画上がってます。どうやって命守るのっていうことを言ってる人ほとんどいないのよ。それを私は、ここにも書いてますけど、私のやってるね、ビムシム解決研究会っていうのは、技術的な分野から、建設業の分野からどうやって、命を守るのか、見える化をどうするんだ。国土地理院のマップを見るとこういうことも見えます。地図からこういうことが読み解けます。みたいなことも、別のチャンネル、これは今日学び明日を作るんですけど、ビムシム解決研究会で技術的なところも今やってるんです。これはやっぱり日本の建設業のそのものがね、DX 化が進んで生産性を上げないと、もうなり手がいない中で、今すでにもう人手不足なのに、災害が起きたら終わりだよね。ここについても、私なりにはメスを入れて、なんとかしようと思ってるんですが、一人でやれることは限られている。だからこういう形で拡散できる方、いろんな方にね、声をかけさせていただいて、
間違ってることがあったら間違ってると言っていただければいいし、とりあえずは、斉藤という一人の意見はね、述べさせていただいて、伝えさせていただきたい。すごいですね。建築関係に携わる人間がまず増えなければ、災害からこう立ち上がることができないそうと、なのよ。かなりど難んなに題点ね、優秀な方がいっぱいいても、建設業しか復興復旧はできないのでよ。きない。できないのよ。それすごく、もう本当当たり前だけど、はってさせられましたね。そこに補助してたくさんの方が従事しないといけないけど、やっぱり現実は減ってってるんですか、建設だか業。らね、国策が間違っている。簡単に言うとですよ、南海トラフが来るものと決めましょう。10年後に来るものと決めましょう。で、10年間で今海岸沿いの人たちを山の上に全部逃がしましょう。で、海岸のところは、公園、国定公園、国立公園にするとか、住んでもいいけどすぐ逃げれるルートを作るとかしましょう。莫大なお金と、いろんなものがかかるんですよ。その仕事をジャブジャブ出せばですね、日本の若者は全部建設業に携わるんですよ。携わってさえくれれば、いざ災害が起きたときは、すぐ作業が入れるんですね。で、その携わってくれることによって国はどうなるかというと、国債はいっぱい発行しなきゃいけないけども、お金が作業をすることによってみんな回って、めちゃめちゃ国が栄えるんですよ。間違いないんですよ。ところが財務省が緊縮財政、プライマリーバランスを、まあ、アメリカさんの意向かわかりませんが、間違った政策を取っているので、国が栄えないように、栄えないように、若者が、足腰が。なんかよくわからない世界に入っていって、車も欲しくない、相手も欲しくない、結婚相手も欲しくないみたいな、世界にどん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 入り込んでいってしまっていてね。そうですね。まあ、だからこういうことをちゃんとロジックで考えると、そんなに日本、まあ私のタイトル、さっきのタイトルは大災害から命と国土を守るんですけど、難しくはないんです。リーダーがちゃんとそこに向かって動けばいい。で、今回総裁選の中で青山繁晴さんが、まあ財務省と戦うって明言してますけど、わかりやすいなと思ったのが、今回 NHK も含めて、民放も含めて、全部が青山繁晴さんの立候補を報じなかった。この報道規制がわかるか形で見えていて、で、今はもうそれを出さざるを得ないから出てますけど、そういうブレーキがしっかりとかかってるんですねということを露呈したのね。だから私はちょっとこのディープステートというか、その支配者層の方々の脇が甘くなっているなと。バレバレの状態をどん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 表に出しているな。そうですね。そんなことと私は戦ってる暇はないんですけど、まあ、その、ほころびがね、AI に取って代わられて、あなたたちの思惑は多分失敗するでしょう。そのぐらいは見て死にたいなと思ってますね。そうですね。なんかちょっとまともなこと言ったら、なんかあれって。ねえ、なんかまあ、要するにだとか、で、ごぼうの塔の奥野さんだとか、まともなことをやって、真っ向から戦ってる方々もいらっしゃいますけど、別にそこをやってる余裕は私にはないので、そうではなく、まあ、こういうね、思想だったり、やれることだったり、ということを、なんか戦争から復興した時って、やっぱりみんなどうやってあんなに早く復興できたかって言ったら、全員の
農業できたからだっていう話をよく聞くんですけど、まあ、まさにその農業とそのさらにあの産業っていうものを若者が全員従事するように、その今言ってる斉藤さんの話だと今すぐあと10年あるどかっていう状況ですけど、あの地震が来るとしますって、その10年間でできることは10倍に100倍若者を増やしておくこと、その復興できる人間っていうその技術とかに、私とかあのだんだんこうちょっとその教育なのかなっていうふうにも思っていて、そのもっとスクールを増やすというか、あのそういう農業産業的な農業と、あと今言ってる建築ですねに携われるような人をどんどん増やすような、それをもう基本のシステムに入ってるような状況に持っていかないと、まあ、間に合わないどころかにあの一番ね手っ取り早く、まあ若者をちゃんとさせるのは、世界中徴兵制あるじゃないですか。でも日本ってあの今の文化の中で徴兵制は成り立ちません。だけど災害立国なんだから、災害起きた時の復興のための教育を1年間やりましょうと。そうですね。それは消防予備団なのか自衛隊予備団なのか分かりませんけど、それを1年間高校と大学の行く間ぐらいの1年間でもどっかのタイミングで経験させれば、そうですね、多分その後に災害が起きた時で AI が、まあ、これから進化してね、一番私は先に来るのは何かというと、この為替銀行システムが壊されると思うんですよ。そうですね。うんうん。そしたら、お金というのは、本当の紙と金と物々交換しかなくなるので。もう実体経済に戻るということですね。うん、そうなると私たちの時代ですよ。そうです、農業と漁業と土方しか生き残れないからすごくシンプルになりましたね。ああ、そうそうそう昭和初期ぐらいの生活に戻れる。でね、私は割と楽観的なのは、日本っていう国はそれでも復興できるんです。何かというと、水が豊かだから、うん、今、使われてない土地もちょっと加工すれば田んぼになるので、そうですね。海に行けば魚がいるので、はい、生きるだけだったら日本という国は非常に恵まれてる。うん、だから一番こう過ごしやすい形、理想の形は、今もう AI がローカルなパソコンの中でも動くから。そこまでを準備して外からのインターネットを遮断する。だから人間を責める AI は入ってこないようにして、今までの技術は享受するというところが一番理想ですけどね。そのためにはそれなりの準備が必要。大変ですね。最後にコンセント抜くみたいな感じ。うん、だから誰もその入りちゃダメよと。だからスターリンクもつないじゃダメよと。すごいですよね。もう聞いてますもんね。最近言ってたことのあれ何にも書いてないのに、なんかサジェッションしてきてるっていう状況なので、そうですね。まあだから今私は命と国土を守る、国土を守る側の方は、建設機械を最先端の方に持っておきましょうっていう動きをしながら、最終的には昭和初期の世界に戻らなきゃいけない。うん。で、両方視野に入れていかないと。両方ですね。うん、でも本当に昭和初期に戻っていくっていう方に対しては、もう今から動き出せるんだなっていうふうに私も感じてて、で。そうですね。その中でやっぱり斉藤さんとかもおっしゃってた、高専をつないでいくとか、そういうのたくさんアイディアあると思うんですよ、市民にね。で、高専つないでいくっていうのはもう私の中では結構ドーンってきたものだったんですね。私父も高専出身の人間で、おじいちゃんもそうなんです。日本のその
戦後復興に携わってんのは結局中小企業の工場の人間だったんですよ。でその人たちのやり方っていうのがまた復活しだすだろうっていうのは私も感じていたんですね。でまあ中高、私のおじいちゃんっていうのはねよく言ってたんですけど、大学なんて行ったもんやないわって言ってで何をしてたかというと、大卒の人ではなくて中卒の子ばっかり雇ってたんですよ、当時ね。もう30年以上前です、すいませんこんな頃にだから大学行って親のすねかじるようなのを覚えたやつじゃなく、親を稼がせようと思ってるような必死の子たちを雇って、でまあ中学生やったら高専に行かせるとか、高専行くんやったら高専にしときなさいみたいなんで、技術をもらえと、それはもう一生ものだから、で必ず人を助けれると。で会社っていうものはやっぱり家族になるためにあるものだから、その子を入れたならば一生面倒見るんですよ。でよく覚えてるのは、みんなでご飯食べてて全然おじいちゃん食べてないから、みんな帰った後におじいちゃんがなんかお茶漬け食べるんですよね。そういうためのまあなんか生きがいっていうのが本当に戻って、それをしてるのを分かってるから、そのすごい世代差のある若者がまあ私にとったらお兄ちゃんぐらいに見えてた社員さんたちですね。当時で私にはおっちゃんって言ってたけど、まあ、10代ですよね。でもその人たちが育ったらやっぱり義理恩縁があるから、やっぱり存在にしなかったんですよね、おじいちゃんが亡くなるまで。人の思いっていうのの方が台頭してきて、それが本物の正義だったんだっていう、その時代に本当ここに起こってるものはちゃんとお金の行き来があるけれども、実体的な実力に伴った経済なんですよね。だから経済は見えるエネルギーなだけ、その健常な経済っていうものに戻ってくれるっていうふうに、私もそれをまず一つ願ってるんですけど、まあ、願ってるだけじゃダメだから、その実体の経済をエネルギーで作らなければっていうのを、もう一回その健常化、だからユダヤっていうものが作った資本金融市場主義っていうのはあったら、もう崩壊するでしょ、崩壊した方が健全なわけなんです。でそれに彼らも気づき出してるから、じゃあどうやってできますかっていうのをもう一回日本が見せる、まあ、ある種第二次世界大戦後みたいな時代に私たち生きてるんじゃないかなみたいな状況なんだと思うんですね。でそれをまあ焦らず、今ちょっと時間があると、まあ、もう今崩れてからはどうしようもないっていうところから行くんじゃなくて、今からもう立ち上げておったら、そうですね、AI が人間を淘汰する云々はまだ先の話なので、その前に起こるのは為替という銀行デジタル通貨的な数字だけが電気で、行き来するっていうのが崩壊すると思うんですね。そうすると何が起こるかっていうと、やっぱり一番真面目な国民の国が栄えますよ。だから今日本はあんまり経済的にはうまくいってないと思われるかもしれないけど、一番日本という国が真面目な国民が真面目に生きているので、しかもさっきも言ったように水が豊富で、四季があって、海があって、山の幸があってっていうことを考えると、日本は割と生き延びられるいい国だと思うのに、ね、その震災からって言ったってたかが知れてますから、津波って言ったって海から30メーターより上に逃げりゃ絶対津波にやられないわけ。そうですね、だからできるだけ大切なその津波になった瞬間に走れないとか、物理的に年寄りの方とかから早くそういう、そうだからシミュレーションするべきなんですよ。何分で健常者がどこまで行く、何分で車椅子の方がどこまで行く、何分で寝ている人をここまで持っていくと。でもっと言うとね、これもう1時間半経ってね、永遠と続きそうなんだけど、もっと言うと備蓄という考え方もね、家を流されるのに備蓄して何が意味があるの。そうですね。で、それを考えたら、例えばこの町の備蓄は神社のところに、20軒分置いときましょう。
で、家は流されるかもしれないけど、みんな山の上に逃げるんだから、そこに置いといた備蓄をやればいいと。だから、もともと保管する場所は間違ってるんですそうですね。よ。本当に間だ違から、ってる。命をまず守りましょう。そのためには、溺れないこと、潰れないこと、火事に巻き込まれないこと。これだけ。で、次に大事なのは、実は備蓄じゃなくて、自分の財産が、通帳と印鑑と証明するものを持って逃げれるか。そのパート私今すごい頑張ってるんですね。だから、生き延びました、家が流されました、あそこに通帳も全部行っちゃって、それを証明できませんって言ったら、もう次の日から、何もできないから、そこだけ持って逃げれば、水も食料もいらないんですよ。生きてさえいれば日本の中にいるわけだから買えるんで。まあ、みたいなことをね、延々と喋っててもあれですけど、非常にガザ、イスラエルの話からね、宗教観というところもいろいろ話させてもらいましたけど、何がっていうと、なんでこうやって話が切れないかっていうと、思いと考えと根っこの部分が共通してるからなんですね。どこにも違和感がない、お互いに。と思ってます。この2つって全然違う、なんか災害にしても戦争と災害って全然違うじゃないかってあるんですけど、ここに霊感というか精神性すら宿ってるから、これ紐解くだけでもう本当に平和づくりっていうものが具体的に多分斎藤さんが動かれてることとかのやり方、まあ最後は具体的に動かないといけない。これがやっぱり論理だけになってしまった、これ結局また宗教観と同じになってしまうから、それをぼちぼち動ける民族が日本なんかもしれないなとすごく感じます。9ヶ月も間を空けてしまったので、こんなに長くなってしまうんですけど、まあ、3ヶ月、4ヶ月に1回ぐらいやりましょうよ。ぜひ。次の3ヶ月後は、戦争いよいよ終わりましたねっていう話にしたいですが、そうなることを祈って、そろそろ締めることにしましょうか。はい、頑張ります、3ヶ月間。ではね、長きにわたりまして、これ、一本物で上げるにはちょっと無理がありそうなんで、二つに分けようかなと思いますが、皆さんにも聞いていただきたいので、動画で流したいと思います。ゆうこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、イスラエルの方、パレスチナの方にも、声をかけていただいてね、まあ、今度、そういう方も交えた会話もしたいなと思いますので、ぜひ機会をください。じゃあ、このぐらいにしたいと思います。では、ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、失礼します。